どちらも正解。ブレイクスルー思考、飯田文彦。すべて物事には意味や価値があり、表面的には失敗や挫折に思えたとしても、すべて自分の成長のための順調な試練である。人間関係の中でもがき苦しむことで、お互いに学び合っている。人生は敗者復活戦であり、今までの過ちを深く反省したら、また前に進める。形にとらわれる必要はありません。自分を縛りつけているさまざまな思い込みから自分を解放しましょう。するもよし、しないもまたよし。許すのは相手のためじゃない、あなたのため。努力しないで取れた100点より、努力した結果の60点の方が価値がある。その60点は成長をもたらす。これからも1分でたくさん本を要約していきます。見逃したくない方はチャンネル登録を。